さて先発は大隣投手です。1回立ち上がりツーアウトランナーセカンドでキムデギュン、この当たりタイムリーツーベースでロッテが先制します。その後福浦セカンドゴロで3アウトになりました。1対0ということなんですが、1回の裏さあ一方のペン投手の立ち上がりなんですが、ツーアウトランナー、なしという二塁一塁という場面からご覧いただきましょう。このペンの投球はなかなかなんか打ちにくそうなカーブとそれからストレートがありましたよね。そうですね、はい、まあ、持ち味を十分に発揮、できた投球だったと思いますね、はい。まあ、しかしなかなかペンに援護点を与えることができませんで、一発が出ると本当に流れが変わってきたという、まあ、ロッテだったんですが、なかなか打線が援護できませんでしたよね。そうですね、はい、まあ、ヒット、はい、タイムリーというのに越したことないんですけども、有効な凡打というのがありませんでしたよね、はい、そうですよね、まあ、最後のね、代打平内のバント、これが唯一有効なアウトの打席だったかな、そのように思いますね、はい。さあ松浦のこの当たりショート内野安打であります。そして小久保センター前ヒットでホークスが同点に追いつくシーンでした。4回です。さらに田村のサード内野安打でホークスが逆転2対1ということになりました。5回ツーアウト満塁のチャンス、バッターボックス小久保、期待されましたがここはペン、ストレートでレフトフライに抑えました。6回に来ました。大隣が、まあ、先頭バッターにツーベースを打たれます。清田です。このツーベースを打たれたところでピッチャー森福に交代です。この森福が今日も頑張りました。この一番の良さはこう度胸だと思うんですがね。そうですね、はい、欠かせない勝負心っていうのがあるかと思うんですけども、はいはい、そこが備わってますね。キムデギュン三振、そして福浦、いやこのピッチングは見事でしたよね。そうですね、はい、まあ、技術っていうのはね、はい、そんなに一日でガラリと変わりませんのでね、はい、まあ、ここに立つ以上は勝負心を持っているかどうか、そこは大きいところだと思いますね、はい。7回から摂津がまた見事なピッチング、はい、完璧に抑えました。そしてこの小久保、薮田に代わっておりますが、7回裏ツーアウト一塁三塁いう場面、小久保サードゴロに倒れました。8回はファルケンボーグが登板です。このファルケンボーグも見事なピッチング、清田三振、井口サードフライに抑えています。そして9回は真原登板です。ツーアウトランナー三塁、一打出ればというチャンスだったんですが、ロッテ大松ファーストゴロ倒れまして2対1、ホークスが勝ちましたゲームでした。